はい、皆さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかです。今日は私がいつも肌を白くするために行っているスキンケアっていうのを皆さんにご紹介したいと思います。たまにこう DM をいただくんですけど、お肌の管理どうやってるんですかとか、こう美白ケアはどういうのを使ってますかとかいただくんですけど、それの、まあ、参考になったら嬉しいです。そんな、まあ、真っ白とかじゃないんですけど、その時の私の肌の状態によって結構スキンケアを変えるようにしてるので、ニキビケアだったり美白ケアだったり、リフトアップ弾力ケアだったりとかっていう風に分けてるので、その肌の状態別の動画も撮っていけたらなと思います。なので今日はまず美白ケア見ていきましょう。多分前から私のインスタとか見てくれてる方は分かると思うんですけど、私すごいくだるの商品結構大好きで、友達のチニから教えてもらってから大好きになったんですけど、すごくリピ使いしてる商品なんですね。で、クダールのサポーターズに今回選ばれて活動していくことになったんですけど、なのでこう新商品とかを皆さんにお届けできるようになるかなと思います。ただまあ今回使ってるのは本当に私がリアルに使ってる商品なのでご安心ください。なのでそれでは見ていきましょう。レッツゴー。今こうシャワーして髪乾かしてなんですけど、なのでまだトナーも塗ってない状態なので、まずトナーから行っていこうと思います。じゃじゃん。最近はねこのトナーを使ってます。エリクシールのリフトモイストローションっていうものです。まあ、これはなんか美白っていうよりすごく、これねすごいいいんですよ。なんか保湿力もあるしもちもちするんですよね、お肌が。で、こういう風にコットンにつけて、なじませていきます。最初こういう風に拭き取ったら、なんかね、コットンパックをその後にするか、もしくはこの、こちらのエリクシールの導入の機械を使って、このお化粧水をよりお肌の中に入れていこうと思います。これはなんかリフトアップとかに効果があるっていうよりは、ただ単にこのお化粧水をより浸透させるっていう用途です。こういう風に垂らして、肌にのせて、なじませていきます。はい、こんな感じでお化粧水を中に浸透させたら、次に使っていくのはじゃじゃん、こちらのグダールのグリーンタンジェリンビターシーダークスポットセラムを使っていきます。これは本当に何回も愛用している商品で、グダールのはねなんかすごく荒れにくくって効果が出やすいっていう、なんか私の中ですごいグダールはなんて信じて買うグダールって感じなので大好きなんですけど、本当にこれもこうニキビ跡私ここにあるじゃないですか、あとこうくすんだりとかした時に使うようにしてます。これを手の甲にこんぐらい出したらお肌全体に塗っていきます。でなんかねすごくベタベタしたテキスチャーでもないので、ここスーって伸びるつけやすいテキスチャーですし、もう本当になんか悪いところがないんですよ。本当にこれ塗って荒れたこともないし、さらに香りも、すごくいいですし、これタンジェリンのその成分っていうのが 70% も入ってる、本当にビタミン C がギュッと詰まったセラムになってるので、本当に大好きです。こういう風にお肌にのせたら、本当にこう、わかるかな？動画で、もちもちってしてるんですけど、いい感じです。そしたら、最後に、このね、グダルのこれを買うと、こういうミニサイズの、グリーンタンジェリンビタシークリームっていうのがついてくるんですけど、なので、このミニサイズのものを、しっかりと使っております。今度ソウルにも行くからね、これ持ってこうと思ってます。このぐらいかな？このぐらいを手の甲にのせて、また、顔全体になじませていきます。
当に香りがね、もう本当癒しです、これは。ただなんか香りだけが良くて、機能性のない商品は私はあんまり興味がないので、一番はこの機能性にびっくりして、本当に満足で何回もリピートしてるものになります。本当はあのクダルの拭き取りタイプの粉っていうのかな、丸いシートになった以前ご紹介したものをずっと使ってたんですけど、それが切れちゃって、またまあお店にいた時に売ってなくて、なのでこのクリームはおまけなので、このセラムだけを買ってきたんですけど、次またそのシートも買い足そうと思います。こんな感じの、全然重くないのでニキビ肌とかにも負担なく塗っていただけるものになります。私結構最近この辺にできてるので、ちょっと動画では見苦しいんですけど、本当にもちもちで大好きです。はい、それではこんな感じの私の美白ケアのナイトスキンケアルーティーンになりました。参考になったら嬉しいです。なんとこのグリーンタンジェリンセラムっていうのが、韓国の有名なビューティー番組で Get It Beauty っていうのがあるんですけど、 Get It Beauty のビューラベルで1位になったんですね。でその記念で今月かな、1月、もうちょっと遅くなっちゃったんですけど、アップロードが1月1ヶ月間リーブヤングで最大セールが 25% オフのセールをやってるそうなので、まあこのセラムはもちろんですけど、他のこういうクリームだったりとか、私が以前使ってたシートだったりとかっていうのも一緒にセールになってるようなので、皆さん韓国に遊びに来たりだったりとか、韓国在住の方はぜひ今月オリーブヤングでチェックしてみてください。はい、そんな感じのお得な情報もお届けできて嬉しいです。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。インスタグラムとツイッターとチャンネル登録もよろしくね。バイバイ、アンニョン。